船は博多港のふ頭を離れました。これより博多湾を出て遠路対馬まで向かいます。そこを出たらもう対馬ですよ。はい、上陸しました。対馬に上陸いたしました。ここにはね、アムールカナヘビがいるはずなんですけどね、上対馬のね、北側ほど多いそうなんですけどね、おそらくね、こういった林園、林の端っこ、森の入り口みたいなね、ちょっと森の中からちょっと明るくなってるよみたいなところに、ね、いると思います。あ、あそこに赤ちゃんがいますね、カナヘビの赤ちゃんが。待って待って待って、赤ちゃん、ほいし、あっ、フィッシュ、あっ、フィッシュ、よっしゃ、やりました。アムールカナヘビの赤ちゃん捕まえました。赤で、ね、イモムシ食べてるところだったみたいです。ごめんなさいね、お食事中に驚かせてしまって。ほら、わかります、あれ、なんか本州のカナヘビとちょっと模様違いますよね。あれ、アムールカナヘビって言ってね、大陸に分布してるカナヘビなんですね。で、日本には対馬にだけ分布してるんです。これ対馬特産ですよ、日本ではね。アムールカナヘビ捕まえてみようか。よしよし、捕まえた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 、やりました、捕まえました、アムールカナヘビ。これまだ子供ですね、赤ちゃんですね、バブちゃんですね、バブカナヘビ。あまりにも可愛かったので、アムールカナヘビの赤ちゃん2匹誘拐してきてしまいました。ほら見てください、可愛いですね。なんか日本カナヘビと模様が違いますよね。なんか尻尾にギザギザっぽい模様が入ってますね。ほらね、あと黒い斑点が背中にありますよね。あ、でもこっちの子は少ないな。模様の違いで個体を識別できますね。多分こっちの子の方が先に生まれたんでしょうかね。こっちの子の方が微妙にね、先に生まれてるってことで年長さんですね。こっちが年少さんで。それではね、この子たちを飼育するにあたって、ちゃんとした名前をつけてあげたいんですけれども、ただね、まあまだ子供なんでお子ちゃまですから、こういう子供の個体っていうのはね、不安定な状態で、まあいつお亡くなりになってしまってもおかしくないので、まあ今はとりあえず仮の名前をつけてあげましょう。仮名をね。とりあえず仮名をつけてあげまして、で、まあ大きくなったらね、ちゃんとした正式な名前をね、改めて、つけることにしましょう。昔の日本には7歳までは神の子という考え方がありまして、子供というのはね、もう魂が分離しやすい不安定な状態だとみなされてたんですね。いつ死んでもおかしくないと。まあ、アムールカナヘビの子供もそうですよね。まあ、今ね、人間の子供は医療の発達でね、なかなか死ななくなりましたけれども、ただね、アムールカナヘビはね、もうね、なんか大きな病気とかしたら、もう助からないんでね。ですから、まあ、不安定な状態っちゃ不安定な状態ですよね。ですから、まあ、今はね、まだ神の子ということで、仮の名前をね、名付けましょうか。それではね、まずね、こっちの、大きくて斑点が少ない色がちょっと白っぽい子からね、名前を、仮名をつけましょう。さあ、かわいいですね。この子の仮の名前は、アムール高橋1号、かっこ仮名です。アムール高橋1号、かっこ仮名。とりあえずお前の名前は、アムール高橋1号、かっこ仮名や。わかったか？そしてこっちのね、ちっちゃい子。はい、今ね、私の手に盛大にね、うんちというかね、これ尿酸かな、この白いのは。尿酸をぶちまけてくれましたけれども、この子の名前はね、この子の仮の名前は、アムール高橋2号、かっこ仮名。アムール高橋2号、かっこ仮名です。とりあえず今日からお前の名前は、アムール高橋2号、かっこ仮名や。わかったか？ちょっと手洗ってくる。なんでね、この子たちの仮名がアムール高橋1号と2号なのかと言いますと、やっぱアムールカナヘビなんでアムールですよね。で、高橋はもちろん私が飼育してる日本カナヘビの高橋さんから取ってます。もうこの子たちね、今日から高橋さんの子分ですのでね。ですからね、高橋さんの子分1号2号ということでね、アムール高橋1号カッコ仮名とアムール高橋2号カッコ仮名という風にね、仮の名前を付けさせてもらいました。今日からね、この子たちはね、高橋部屋に入門ですね。バブちゃんたちの飼育ケースはこれですね。レプタイルケージとかいう爬虫類用の飼育ケースですね。これ、ちょっと帰りがけに買ってきました。
カナヘビ飼うにはちょっとちっちゃいかなって感じなんですけど、赤ちゃんのうちはまあこれでいいでしょう。床材はね、これを使います。天然ヤシ柄プレミアムパーム、これを入れてきます。ちょっとね、ハサミ取りに行くのめんどくさいので、もうこの包丁で開けてしまいます。ふいっと包丁で開けまして、皆さんね、こういうあの土を開封するのに包丁使ったらね、包丁後で洗いましょうね。それではね、こうやって入れていきましょう。ほら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 、よし、こんなもんでいいんじゃないかな。よしよし、いい感じですね。それカナヘビには隠れ家が必要ですのでね、このシェルターを入れてあげましょう。この辺にちょっと埋めてあげましょうか。これ、これ昔高橋さんが使ってたやつですね。昔といってもね、まあ今年の話ですけれども、こうやって入れてあげて、もうちょっとね、このシェルターが埋まる感じに床材を足してあげましょう。ずっと人間から見えてる状態だとストレスが溜まりますからね、ちゃんと隠れられるようにしてあげないといけないんですね。このように影を作ってあげると。これでどうだ、これでいいんじゃない、これでいいでしょう、完璧ですね。そうしましたらね、水入れを入れてあげましょう。カナヘビね、水大事ですから。あのカナヘビ餌はね、多少食べなくても大丈夫ですけどね、水切らしたらまずいんでね、水入れを入れてあげます。今ね、この子たちに用意してあげた飼育ケースなんですけれども、ちょっとね、まだ土がね、パサパサしてるんで、しっかりね、水分が土全体に染み渡るまで、この子たちはね、高橋さんの水槽に、まあ、一晩か二晩居候させることにしましょう、ね。こちらが高橋部屋ですね。あそこにいるのが日本カナヘビの高橋さんですね。だいぶ色合いが違いますね。それではここにね、居候させましょう。ではね、まずアムール高橋1号カッコ仮名から。ほら。高橋さんに挨拶せ。親分やぞ、お前の。高橋さんがビビった。親分がビビった。まあいいや。はい。とりあえずね、ここでね、一晩二晩おとなしくしてなさい。はい。次はアムール高橋2号カッコ仮名ですね。ほら、アムール高橋2号カッコ仮名。高橋さんに挨拶せ。また俺の指でうんこしとるこいつ。とんでもないな。ちょっと高橋さんにね、鍛え直してもらった方がいいかもしれん。本当に。お行儀よくするんやで。とりあえずね、一晩か二晩、このアムール高橋1号カッコ仮名と2号カッコ仮名をね、高橋部屋で居候させましょう。高橋さんもね、いきなり子分ができて戸惑ってるみたいですけれども、ただね、もう高橋さんの親分なんで、親方なんでね、ちょっとね、子分たちを一晩か二晩止めてあげてください。よろしくお願いします。3日が経過しまして、水分が床材にまんべんなく染み渡りまして、今、床材が微妙に少しだけしっとり濡れている状態ですね。この状態がベストかなと思います。あんまベタベタだとね、多分、カナヘビは嫌がると思うんでね。カナヘビが住んでるところの臨床の土壌のね、湿度って大体ね、この、ちょっと触ってね、しっとり、少し濡れてるなぐらいな感じなんで、まあこんなんでいいでしょうね。できれば落ち葉も入れてあげたいところですけど、まあ今はまだいいでしょう。このシェルターと、あとこれの下、この下ね、潜ることができますから、このシェルターの影か、このシェルターの中か、どっちかがね、隠れ場所になるかと思います。それでは早速、アムール高橋1号、カッコ仮名と、アムール高橋2号、カッコ仮名を、この中に放ちましょう。さあ、今日からここが君たちのお家だよ。さあ、行け行け。行け。ほら。初めての環境に戸惑ってますね。ああ、でもやっぱ赤ちゃんは可愛いね、幼体は。ほら。可愛いでちゅね、幼体ちゃんは。お腹が空いたのかな、なんか食べたいのかな。ちょっとね、ゴキブリをあげましょうか。ちょっと待っててね。ちっちゃめのレッドローチをあげましょうか。そーら、ご飯ですよ。ご飯でちゅよ。2号は狙ってますね、2号は。おー、2号、2号食べた？あ、2号捕まえとる。2号捕まえて食っとる。2号捕まえて食べてます。早速餌食べてます。新しい環境に入れてすぐなんでね、餌食べないかと思ってましたけど、もう普通に食べますね。あ、1号あそこで食べてますね。あっちのシェルターの陰で食べてました。1号も食べるじゃん。よかった。これでね、2匹ともえついてくれましたね。これでね、2匹とも新しい飼育環境で餌を食べてくれることがね、確認できましたので、ね、これで一安心ですね。ほら、しっかり食べてます。バクバク食べてます。しっかり食べて大きくなるんだよ。お、追っかけて追っかけて、お、食べるか、お、捕まえた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 。やるじゃん、一号も。しっかり食べよ。いやー、かわいいね、アムールカナヘビの赤ちゃん。アムールカナヘビの赤ちゃん。かわいいでちゅねー。
あペロペロしとる。あかわいい。かわよ。かわいいでちゅね。やっぱり赤ちゃんはかわいいでちゅね。あかわいい。